はい、皆様こんにちは、こんばんは、ふうです。本日はアイカツスターズの星の翼第2弾をプレイしたので紹介したいと思います。一応プレミアム順に並べてあるので早速紹介していきます。こちらは、最初にプレイするともらえるやつですね。パーフェクトクイーンのブルーミングクイーントップス、そして同じく、パンプスシューズが出ました。あとはスカートですね。でランちゃんでプレイしました。で、ロマンスキスがディライトフェスティバルトップスとスカートが出ました。あとシューズですね。で、なんとですね、スパイシアゲハのローズポンポンヘアコサージュが出ました。はい、あとはまだね、全然排出できてないので、またリベンジしようと思っています。で、ふわふわドリームのフラッピーホッピングナイトスカート、シューズ、ヘアアクセサリーですね。あとトップスになります。マイリトルハートのビューティフルワクワク、ビューティフルワルツスカートとヘアアクセ。あとトップスとシューズ。でこちらが、ベリーパルフェのハピネスマリンアクセとスカート。あとシューズとトップスですね。で、スパイシーコー、スペースコードの、スパイスコードか。もうダメだ。読めない。スパークルラメトップス。で、パーフェクトクイーンのゴージャスロックハイヒールブーツ。ゴージャスバロックか、失礼いたしました。で、ふわふわドリームのこちらが、キャンペーンカードですね。ボンボンジェリースカートとシューズ。で、マイリトルハートのスイーティーピーチトップス、スカート、シューズ揃ったので、次プレイした時にアクセサリーゲットしたいと思います。で、こちらがノーマルですね。パステルハーモニーオフショルダー、ウェッジソール、で、スカート。こちらノーマルコーデ揃いました。で、クラシカルプラムトップス、スカート、で、オリエンタルスカイトップス、サマーバケーションサンダル、パープルミックストップス。で、ここからが、リリーちゃんの、イベントで、過去のアクセサリーがゲットできるということで、結構所持してないので、ちょっとプレイしました。アイスコードのゴシックストライプリボン、ゴシックビクトリアのバタフライテールアクセ、ロマンスキスのシンドバッドアクセ、これはすごく熱望してたので嬉しかったです。バイスコードのファントムファンタクシードアクセ、あとトップスだけかな、こちら。で、シャイニースマイルのハワイアンバカンスミニハット、こちら色違い持ってるんですが嬉しかったです。で、マイリトルハートのティータイムリボンカチューシャ、これも、プロモーション持ってたんですけど、揃ってくれたので嬉しいです。で、あとはかぶりチケなので、ちょっと今回紹介は除きます。そして、まだ紹介してないんですが、ファンブックを買って、そちらのコーデ、こちらでどれだっけな、このシューズが、グレードアップしたんですけど、こちらがパーフェクトピンクローズドレス、ハイヒールヘアアクセですね。で、こちらの色違いがルーレットで当たるんですけど、当たりました。こちらちょっとまだ未使用なんですけど、こちらのワンピースとシューズが入っています。アクセサリーは CD だったっけな、買うとついてくるやつですね。なので1回当たりました。ということで以上が排出になります。かぶりのものとかはツイッターで随時募集しているので、よかったら検索してみてください。最後までご視聴していただきありがとうございました。